ガラバー、皆さんこんにちは、和京のアレンです。アレンは今こちらの大通りに来ています。はい、というのもですね、今回アレンこちらに来た理由は、こちらのホテルの1階になんとですね、ヤンゴンにあの北海道工房さんっていうパン屋さんが入って、そのパン屋さんすごく美味しくて、北海道のパンをあのヤンゴンでこちらミャンマーで売ってるということで、すごく最近特に中妻さんに人気なパン屋さんがありまして、そこを実際にリポートしていきたいなと思います。じゃあ早速中に入っていくので行ってみてください。では行きます。こちら入り口に見えるこの配送ってあるんですけど、見えます？この配送っていうのは、日本でいうあの配達の送る方の配送っていうのと同じで、配送さんっていうこの会社がこのパンを運んでいるので、こちら店舗でもいただけるんですけど、この美味しい炊きたてのパンをあのお家の方でも運んでくれるってサービスもあるので、ぜひよかったら皆さん活用してください。では実際中に入ってみます。こんにちは。こちらがミャンマー人のタンさんです。こちら日本人の店長の丸山さんで、よろしくお願いします。はい、では早速パンの紹介に移っていきたいと思います。まずはこちらご覧ください。こちらがこの北海道工房さんで置いているパンです。こちらのプチカステラが今すごく人気の商品で、特に中玉さんの方に人気だそうです。北海道工房さんっていうのは、あのできるだけ多くのパンを焼かずに少なくパンを焼いて、できるだけ焼きたてのパンをお客様に届けるということで、今回少しあの人気の商品の品切れがあるんですが、あの朝8時から空いているということで、8時から空いているということで、8時に来られた時にはたくさんのパンがあると思うので、朝来るのもおすすめかと思います。特にこちらのハッピータートルっていうのはメロンパンなんですけど、すごく亀の形してて子供に大人気の商品となっております。こちらの抹茶の商品は、あの実際に日本から抹茶の成分を抹茶を取り入れてあのパンに混ぜた商品で、ミャンマーではなかなか手に入らない、日本ではあると思うんですけど、ミャンマーではなかなか手に入らない、すごく美味しい商品となっております。はい、では続いてじゃあ裏側見ていきます。これはこちらですね。こちらのミックスピザのスパイシーなんですけど、こことこちらのスモールデニッシュ、この2つは週末金土日の3日間限定の販売で、平日は売ってないので、この土日に来たお客様限定の大変レアな商品となっております。でこちらもあの今日は品切れしてしまったんですけど、こちらカレーパンとこちらの商品明太マヨコーンってあるんですけど、こちらもすごく人気で今日はもう完売しちゃいました。はい、あとはここがシナモンロールとかたくさん、もうミャンマーでまさか日本のパンが食べれると自分も思ってなかったんですけど、いろいろと置いてあってすごくびっくりです。はい、続いてパン屋さんに来たんですけど、パン以外にもいろいろと置いてある商品があるので、そちらも紹介していきたいなと思います。こちらご覧ください。こちら日本から仕入れたグリーンティーと、あとこっちの味噌汁のこのインスタント味噌汁も置いてあります。それからこっちのお茶漬けですね、鮭とかいろいろ味、梅とか置いてあって、コーンスープとか、こちらもタケノコの里も置いてあります。はい、特に日本恋しくなった時には購入していかがでしょうか。はい、でこちらがあの店長の森山さんのおすすめで、こちらのラスキンは大変あのセール中で2パックで2400チャット、これすごい安くで、こんな感じですね、すごいたくさん入ってて、こんなに入っててたった2400チャットというすごいお買い得となっております。はい、最後にあの皆さんにお伝えしたい商品があるので、こちらご覧ください。こちらの商品があの最近おとといですか、昨日です、はい、もう最近オープンしたばかり、あの出したばかりの新しいあの商品となっております。こちら食パンのラスクですかね、はい、味が3種類あって、ガーリックとシュガーですかね、シュガーとカレーですね、はい、ガーリック、こちらがガーリックで、こちらがカレーです、カレーとこちらがシュガーですね、3種類味があります。はい、でこちらが今のパンの紹介でした。こちらが店内の様子です。こういう風にカウンター席があって、ヤンゴンの景色を見ながらパンを食べることもできます。あとフリー Wi-Fi もあって、エアコンもすごい効いて快適に過ごすことができます。
こちら真正面にニップン NIPPN ということで、あのニップンさんという会社からこの北海道の原料をミックスしてこうやって北海道工房さんのパンを作っています。こちらが今ちょうど焼きたてのパンですね。はい、でこちらがこの実際にパンを作ってる、まあ、小さい工場みたいな感じで中にあるんですけど、こちらの特徴があの日本のパン屋さんだと電気を使って焼いて美味しく作り上げるんですけど、ミャンマーだと停電がすごく多いので、こうやってローカルのパン屋さんはガスを使って焼くことが多いんですけど、北海道工房さんはできるだけ日本の味に近づけたいということで電気を使って毎日美味しく焼き上げてます。でこの作ってる方なんですけど、こちら修行証をいただいたこのミャンマー人の方がこうやって手作りで毎朝作っていただいてます。はい、こちらが工場の中の様子です。こういう感じで少しずつしか作らないので、時間帯によって焼きたてのパンが食べれるかと思うので、もしよかったら皆さん時間タイミングで時間使われた時間帯でぜひ北海道工房さん訪れてみてください。はい、ではこちら以上北海道工房さんのレポートでした。ありがとうございました。ではたったー